ブンブン、ハロー YouTube。どうも、サルです。今回は4月10日から発売がスタートする新しい Kindle をご紹介したいと思います。Kindle というのは何かというと、Amazon が販売している電子書籍端末になります。既に自分は最新モデルの Kindle Paper White を購入して使っていますが、今回ご紹介するモデルは通常の Kindle になります。Kindle は現在、Kindle Paper White や Kindle Oasis といった他のモデルもありますが、通常の Kindle というのはラインナップの中で最も安いモデルになります。価格としては8980円で、広告なしのモデルを選択すると少し高くなって1980円となります。この Kindle は価格の安さが特徴のラインナップですので、個人的には広告付きのモデルの方が安くておすすめかと思います。その他の Kindle との大きな違いとしては、まず今回ご紹介する通常の Kindle というのはカラーが2色あります。ブラックとホワイトを選択することができ、ラインナップの中でホワイトを選べるのはこの Kindle だけになります。各モデルの中の最も価格の安いモデルで比較すると、 Kindle は先ほどもご紹介しており8980円、 Kindle Paper White は13980円、 Kindle Oasis は29980円となっています。それぞれのスペックの違いとしては、まずディスプレイサイズですが、Kindle、それから Kindle Paper White は6インチなのに対し、最上位モデルの Kindle Oasis のみ7インチとなっています。ストレージ容量としては、 Kindle が 4GB、 Kindle Paper White は 8GB と 32GB、 Kindle Oasis も Paper White と同じく 8GB と 32GB になります。 Kindle Oasis も Paper White と同じく 8GB と 32GB が用意されています。電子書籍というのはそこまで容量を食いませんので、実際のところ Kindle の 4GB でも十分使うことができます。ただ、紙の本をスキャンして PDF 化したファイルを見るというような場合、一つあたりのファイルのサイズが大きくなりますので、 PDF リーダーとして使うのであれば 32GB のストレージを搭載した Kindle Paper White や Kindle Oasis の方がおすすめです。また、各モデルで大きく異なるポイントが解像度で、 Kindle は 167ppi に対し、他のモデルは 300ppi あります。これはいわゆるピクセル密度のことで、自分が今使っている Kindle Paper White は 300ppi ありますので、小さな文字もくっきり表示することができますが、 Kindle の方は 167ppi しかありませんので、あまり文字を小さくして表示してしまうと感知なのが潰れてしまいますので、その点は注意が必要です。各モデルバックライトを搭載して暗い場所でも読むことができますが、搭載している LED の個数もそれぞれで違っています。バッテリー持続時間としては各モデル似たり寄ったりですので、そこまで大きな違いを感じることはないかと思います。そして実際に使う上でかなり大きなポイントになってくるのがこのベゼルです。ペーパーホワイトや Kindle OS はフラットベゼルになっていて、要はスマートフォンのようにベゼルとディスプレイ部分の段差がないディスプレイになっています。ですので、操作する際にベゼル部分に指が引っかかったり、またホコリが溜まったりすることはないんですが、最も安い Kindle のみベゼルとディスプレイ部分に段差がありますので、この部分の使用感はかなり違うかと思います。そして防水については、ペーパーホワイトと Kindle Oasis が防水に対応しているのに対し、 Kindle については防水は非対応となっています。また、価格は高くなってしまいますが、 Kindle ペーパーホワイト、それから Kindle Oasis のみ 4G の通信に対応しています。通常スマートフォンなどで 4G の通信を行うには月々料金が発生してしまうんですが、この Kindle に搭載されている 4G の方は 4G 対応モデルを購入することによって、どれだけ通信しても通信料はかからないというタイプになっています。ですので、 Wi-Fi 環境ではないところで本を購入してダウンロードしたりというようなことをするのであれば、通信に対応している Kindle Paper White や Kindle Oasis の方がおすすめということになります。ということで、最もお安い Kindle の最新モデルが4月10日に発売されますが、スペックから考えると、今自分が実際に購入して毎日使っているこの Kindle Paper White が一番使いやすいように感じます。特にこのベゼル部分の段差は使っているとかなり気になりますので、フラットベゼルを採用した Kindle Paper White の方が使い勝手はいいかと思います。ただどうしても価格の安いモデルがいいというのであれば、今回発売がスタートする最新モデルの Kindle を購入するというのもいいかと思います。なお、今回ご紹介した Kindle 販売ページのリンクについては動画の概要欄の方に貼っておきます。その他、書籍の特徴など気になる方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。